大日工業株式会社は、新潟県新潟市南区に本社を置く、暖房機器や環境機器などの製造販売を行う、電気メーカーである。本社がある、新潟県新潟市南区で、製品の開発、企画、開発、設計、組み立て、検査まで行っている。創立以来、石油燃焼機器の開発、製造を行い、現在では、業務用石油ストーブ、 家庭用石油ファンヒーターの国内シェアトップである。また、それら技術を活かした製品作りを行っており、2003年に製造・販売を開始した加湿器については、2013年以降は国内シェアトップである。その他、セラミックファンヒーター、焙煎機能付きコーヒーメーカー、コーヒー豆焙煎機などの分野にも進出している。 海外製造品が多い加湿器やセラミックファンヒーターを含めてすべて国内製造を行っている。新潟県が本社のコロナとは創業地が同じ三条市でライバル関係にあり、石油暖房機器分野でシェア争いを続けている。バーナーには分前バーナーを積極的に採用しており、それとの相性が悪い密閉式石油ストーブは生産していない。社名は 大日に由来する。これは創業者である佐々木文雄が戦争で疲弊していた当時の日本を再び大きな日本へとよみがえらせたいということから大日より大日工業と命名した。業務用石油ストーブ暖房機器環境機器その他かつて製造をしていた製品球時器生ゴミ処理機ワンダースモーク空気清浄機脱臭機大日工業はテレビでの番組提供をしていないがに 提供したこともあった。また、2005年12月18日に放送した関類、時空タイムスの2時間スペシャルに番組提供していた、毎年冬に、大日ブルーヒータースポット CM を、制作、主に、新潟県と関東地方を中心に放映されている。ブルーヒーターの CM に2004年度までは、女優で、タレントのリサステックマイヤー、2006年度までは、 女優の滝川花子を起用していた。2007年度からは水森宿が歌う CM になっている。ありがとうございます。